公暦987年、3つの大国と10の中小国からなる大陸ミスタリア。大陸の領土をめぐり国々の争いは100年続いた。そんな争いの中、巨大な漆黒のドラゴンが突如戦場に降り立ち、瞬く間にして戦争の終わりを告げたのだ。敵軍ヘルムート傭兵団は強大な軍事力を手に入れるため、ファフタニアの国民を犠牲に魔物と人間を合成し生まれる存在キメラを作り出すことに成功していた。人々はキメラを恐れ、ヘルムート傭兵団に抗うことができなかった。団長ベルディーナ率いるクラウゼビッツ傭兵団は、人々の平和を取り戻すためヘルムート傭兵団と対峙することを決意した。立ち止まるわけにはいかない、殲滅するぞ。我らが勝利に。僕だってやれるんだ。後方で攻撃を仕掛けるのが私の役目だと思っていたけど違うようだ。我々の目的はただ一つ、キメラの兵器を破壊することだ。行くぞクラウゼビッツ傭兵団。これさえあれば守りも万全。今日はいい物語入ったんじゃて。幾多の戦いを経て紡がれるクラウゼビッツ傭兵団の熱き絆の物語、霧の戦場のベルディーナ、カーズ RPG、 2024年5月23日発売。初回生産特典、オリジナルサウンドトラック付きアートブックがもらえる。予約受付中。